マイケルは何か自信のようなものをつかんだようです。来日直後のあの後楽園遊園地で見せたおどおどした彼とは別人のようです。日本では優しい声で穏やかに話す人が尊敬されるんだ。アメリカとは大違いだよ。彼は自分の国の記者にそう言いました。彼の周りにあった壁のようなものがスーッと溶けてなくなりました。どこにでもいる普通の青年、普通の吊るしのシャツを着て土曜日の午後をデパートの売り場で過ごしている青年、そんな印象でした。